よう、ナルト。エロ仙人？どうだ、一杯。ってわけで、性質変化をものにできたんだってばよ。さすがはわしの弟子。わしも鼻が高いぞ。どうした？今回はいろいろ考えることがあったってばよ。アスマたちのことか？うん。人を失うという悲しみはこの上なく辛く苦しい。つながりが深ければ深いほどその悲しみは深くなる。それは人である以上当然の感情だ。だがその悲しみを超えることができれば人はまた強くなる。今回の一件で鹿丸たちは大きな傷を負ったが、アスマの意志を引き継ぎ新しい強さを手に入れた。そういうのあんまりわかんねえってばよ。今はそれでいい。だがいつの日にかお前にもわかる日が来る。そうかな。わしは信じているぞ。たとえお前が同じような目にあったとしても、しっかりと前を向いて進んでくれることを。その瞳は曇ることなく信じた道を突き進むことをな。へ、いきなり何の話をしてんだ。わしはいつでもお前を信じておるからな。はあ、どうしたんだよエロ仙人。さて、どっちがラーメンを早食いできるか競争でもするかの。負けた方がここのお代の支払いだ。あと、いきなりずるいってばよ。相手を油断させてことを有利に運ぶ。これも立派な策の一つよ。チクシュー、そういうことだったんだな。負けるか。いくつもの戦いを経て少年たちは強くなる。ゆっくりと確実に。時代は移り変わろうとしていた。親から子へ、師から弟子へ。力、技、思想、幾多のものが受け継がれ、つながりが生みし、一筋の光を信じ、少年は道を歩む。そして、闇もまた同じく、巣穴の中で力を蓄えし、復讐に囚われた者、彼もまた新たなる道を今こそ歩まんとしていた。羽ばたきの時が迫っていた。これで終わりか。傷一つなくことを済ませるとは。この子を見ていると天才と呼ばれていた自分が惨めに思えてくるわね。あと少し、ほんの少しで私のもの。第4章、蛇結成。どうですか、サスケ君は。いい感じだわ。私好みの忍びになってきている。それでは。ええ、近く転生の儀式を。オロチマル様、これは。体がだいぶ衰弱なさっている。これだとランク10の薬を投与しないと。
ボロボロだわね。薬を取ってきます。少々お待ちください。転生の儀式早めないとまずそうね。私に何か用？もうあんたに教わることは何もない。俺にここで始末する。やっぱりそうきたわね。オロチマル、あんたは俺より弱い。言うじゃない、うち派のひよっこが。ひよっこじゃなきゃ手に入りそうになかったんだ。イタチが無理だった。だからひよっこの俺を狙ったんだ。だが所詮あんたには無理な話だった。うち派の名を超えるどころか届きもしない。どんな天才もいくらあんたでもうち派を前にすれば凡人になり下がるのさ。オロチマル、あんたじゃ俺に勝てない。もはや俺の体を手に入れることなど不可能だ。舐められたものね。いくら吠えたところでひよっこはひよっこなのよ。見せてあげようじゃない、あなたと私の力の差を。やってみろ、お前じゃ無理だ。ここまで私をコケにしたのはあなたが初めてじゃないかしら。サスケ、その体いただくわ。戦闘開始。その程度だ。拍子抜けもいいところだ。お前の負けだ、オロチマル。負け？私は不滅。その程度で私は倒れない。なんだここは。ここは私の中にある異空間。ここで転生の儀式を始めるのよ。さあいただくわ。シャリンが、ついにあの力が、ウチハの力が私のものに。
かな転生の儀式を受け付けない。 ありえない。そんなこと。ここは私が作り出した空間よ。オロチマル、お前のいかなる術もこの目の前で分かってるはずだろ。もうこんな血を這いずる蛇が空を飛びたいと夢見たところで所詮無理な話。それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙っていたお前が逆に狙われていたのさ。これから空高く飛び立つ鷹の目にな。こんなことがあってたまるか。私は不死のオロチマルだぞ。こんなところで私はこの世を解き明かすもの、すべてを手にするもの、私はお前の力、俺がいただく。兜か。オロチマル様。まさか君は。やつは俺を狙っていたが。逆に俺がやつのすべてをいただいた。それじゃあオロチマル様はもう。行くか。ついてきていることは分かっている。そろそろ出てこい、水月。へえ、僕がついてきてるってよく分かったじゃないか。さすがは内葉サスケだね。それにしてもひどいじゃないか、僕を置いてくなんて。言っただろ、ついてきていることは分かっていると。分かっててそのままにしてたってのかい。結構性格悪いよね君。水月、このまま俺についてこい。お前は戦力として計算できる貴重な存在だ。僕のことを評価してくれるのは嬉しいけど、目的は何だい。今は何も言わずついてこい。すごい上からの物言いだよね。そういうのはまずは僕よりも上だとしっかり証明してからにしてくれないかな。別に君のことは嫌いじゃない。ついていくこともやぶさかじゃないけどね、こういうのは初めが肝心だと思うんだよね。君と僕のどちらが強くて上なのか。いいだろう、それでお前が納得するならな。いいね、その考えの柔軟なとこ。さっさとやるぞ、時間が惜しい。よいしょ。
宣言通りさあ、俺についてこい。これで分かっただろ。なるほどね。君が強いのは昔から噂で聞いてた。それが嘘じゃないって分かったよ。いいよ、ついてくよ。で、これからどこに向かうの？これくらいは答えてくれるよね。南アジト、そして北アジトに向かう。え、ということはもしかして。なあ、あと二人、カリンとジューゴを連れていく。ああ、僕はあいつら好きじゃないから仲良くはできないかもよ。特別仲良くする必要はないが、協力はしろ。まあ、努力はするよ。それで、どっちから行くの？まずは南アジト、カリンに会いに行く。あの女か、苦手なんだよね、あいつ。南アジトってこっちでよかったっけ？あれ、どうしたの？そこに何かあるわけ？かい。へえ、こんな仕掛けがあったんだ。よそ者をアジトに近づけさせないためにオロチマルが施した忍術だ。行くぞ。はいはい。あれ？これって…結界だ。南アジトに人を近づけさせないための。こう霧が深いと先に進みづらいよね。どうすんの？まずは結界を解く。どうやって？この近辺に3枚の札があるはずだ。そいつを全て剥がせば霧はなくなる。なんだ、簡単じゃないか。とりあえず慎重に行くぞ。ついてこい、水月。わ、あったあった。次行こうか、サスケ。見つけた。あと1枚だね。これで最後だね。よし、霧が晴れたね。先に進もうか、サスケ。いや、最後の仕掛けが残っているようだ。お？僕らの偽物？結界が解けてもただでは先に進ませないというわけか。面白いね。ちょっと暴れたいと思ってたとこだし。さっさと倒して先に進むぞ。分かってるよ。戦闘開始。任せなよ。
楽しめると思ったのに、とんだ肩透かしだね。そう思うだろう、サスケ。南アジトに向かうぞ。ああ、少しは相手をしてくれてもいいと思うけど。はあ、ようやく着いたね。入るぞ。さてと、あの女はどこに。やっぱりお前らか。げ、久しぶりだな、カリン。オロチマルが死んだって噂は耳にしていたが、あんたが単独で現れたってことは噂じゃなかったってことか。そういうことだ。で、一体何の用があってここに来た。単刀直入に言う。カリン、俺についてこい。お前の力が必要だ。はあ？なんでお前なんかに。うちはここを任されてるんだよ。オロチマルはもういない。捕まえてる奴らはどうするんだよ。水月、このアジトに捕らえられている奴らを全員解放しろ。やれやれ、相変わらずの命令口調だね。これで監視役も必要なくなるわけだ。どうする？行く。決断が早いな。よく考えたら見張りも飽きちゃってたところだし、だからうちもサスケと一緒に。じゃあこれからカリンも一緒だね。水月、お前囚人たちを解放しに出て行ったんじゃ。何慌ててんだか。僕は牢の鍵のありかを尋ねに戻ってきただけだよ。でもまあ、目的達成だね。よかったじゃない、サスケ。うちはついていくとは一度も。
なんだ、結局ついてこないのか。行くよ、一緒に。面倒なやつだと思ってたけど、案外可愛いとこもあるじゃないか、カリン。てめえ、水月！さっさと次の目的地に行くぞ。水月、早く囚人を解放しろ。はいはい。っていうかカリン、早く鍵の場所を教えなよ。うるせえな、うちに命令するんじゃねえ。あとは15だな。で、次はどこに行くんだ。確か北アジトに行って15を仲間に加えるんだっけ。まずは東アジトまで戻るぞ。ちょっと待て、お前らあの15に会いに行くつもりなのか。そうだけど。悪いことは言わない、それはやめとけ。あいつは簡単に仲間になるような玉じゃねえぞ。知ってるよ、一度手合わせさせられたこともあるし。でもサスケが仲間にするって言ってんだから仕方ないでしょ。行くぞ。ちょ、おい。ほら行くよカリン。歩き疲れた。行ったり来たり、ほんとよく歩くよね僕たち。サスケ、あんたの目的が何かは知らないけど、本当に15が必要なのか。何が言いたい。あいつは危険すぎる、考え直すなら今のうちだぞ。っていうか、なんでそこまで危険視するわけ。あいつは自分から進んでオロチマルに捕まりに来たことは知っているか。噂には聞いてたよ、とんだ変わり者だとは思ったけど。あいつにとってオロチマルのアジトは自らを更生させるための施設に過ぎない。更生？15のやつが一体何を更生すんのさ。止めどなく溢れ出る、ただ膨れ上がるだけのそのいかんともしがたい。その殺人衝動を抑えたかったのさ。殺人ってなんだ、ただの戦闘快楽者じゃないか。いや、そうじゃない。その異常な衝動は普段は抑え込んでいるけど、それが限界に来た時、奴は我を忘れ、恐るべき怪物へと性格も見た目も変貌する。彼がそんな奴だったとはね。だがオロチマルにとってその15の能力は魅力的だった。そこでオロチマルは15の体液から他の忍びにも同じ状態を引き起こす酵素を開発した。酵素？ああ、お前も知ってるだろう、それが呪因だよ。呪因？それって確かサスケ、君にも。長々と話をしている暇はない、そろそろ行くぞ。サスケ？
行くぞ。どういうことだ、中から全くチャクラを感じない。誰もいないね。こういうとこだっけ、北アジトって。いや、そんなはずは。誰？この声、それにこのチャクラは。十五。誰だ、お前たちは。十五、あんたと話したがっている奴がいる。俺に話？俺についてこい、十五。お前の力が必要だ。ついてこいだと。あれ、なんか様子が。バカが、俺は誰にもついていかねえよ。俺は俺のまま、ただ破壊を楽しむだけだ。ち、ダメだ、もう暴走してやがる。俺は誰の縛りも受けない。俺は潰したいものを潰す。十五、俺の話を聞け。お前もここの奴らみたいにぶっ潰してやるぜ。くそ、やっぱりここの囚人は十五の奴が。潰す潰す潰す。ああ、こうなるともうダメだね。サスケ、下がってな。ここは僕がやるよ。よせ、水月。もう話がどうとかそういう展開じゃないでしょ。ち、仕方ねえな。うちも手伝ってやるよ。どうせこいつを止めないとここから出られねえしな。うぅ、どいつでもいい。ぶっ潰す。来るよ。戦闘開始。うるせえ。なかなか手強いね。いいぜお前ら、なかなか楽しませてくれるじゃねえか。ダメだ、全然静まらねえぞ。十五。なんだ、次はお前が来るってのか。かかってこい、ぶっ潰してやるからよ。一度落ち着かせる必要があるな。さあ、俺をもっと楽しませろ。僕らも援護するよ、サスケ。やるぞ。戦闘開始。Oops!
のか。動くな野郎か。主因を使う。終わりだ。俺の話を聞いてもらう。少しは落ち着いたか。なんだよ。なんなんだよお前ら。どうしたのあれ。どうやら衝動が収まって普通の性格に戻ったみたいだな。15、俺と共に来い。ダメだ、俺はいつ暴走するかわからない。安心しろ、俺がお前の檻になってやる。俺がお前を止めてやる。お前が止めるだ。ああ、お前に何ができる。俺のこの衝動を止められるのは君マロだけだ。君マロってのは確かかぐや一族の。ああ、オロチマルのお気に入りで、15が唯一心を許した相手だ。それに君マロは強かった。暴走した15を傷つけることなく止めることができたのは君マロだけだった。君マロは俺のために死んだ。もういない。お前のために死んだ。じゃあお前がウチハサスケなのか。そうだ。お前が君マロはお前が自分に代わる器だと言っていた。生まれ変わりのような存在だと。君マロ、もう一度言う。俺と一緒に来い。いいだろう。君マロの生まれ変わりであるお前が、君マロが命がけで守ったお前がどれほどの忍びか、それを見届けてやる。これで俺の思い描く正体のメンバーは揃った。これから俺の目的を言う。俺の目的は暁の内派イタチを始末することだ。そこでお前たちの力を借りたい。やっぱりね。ある程度は想像できてたよ。今後俺たちは4人で動く。別にお前たちに仲良くしろとは言わないが、招待である以上協力はしろ。はいはい。これより我ら招待は蛇と名乗る。もちろん蛇の目的はただ一つ、ウチハイタチだ。お待たせしました。よし、これで全員集まったな。ん？まだヒダンとカクズが見えませんが。二人はやられた。ほう、そうですか。あのゾンビコンビもやられるんですね。それでやったのは？木の葉の連中だ。カカシとキュービの人中力の正体にやられた。へえ、強いですねその正体。後々戦わなければならない相手だ。各自注意。はーい。それでは今回は解散ですかね。待て、まだ話は終わっていない。なんです？もう一人やられた奴がいる。もう一人？誰です？オロチマルだ。暁を抜けて10年、始末する手間が省けたというところですか。しかしあのオロチマルを倒すとは大した手だれですね。誰がやったんです？ウチハサスケだ。やりますね。さすがはイタチさんの弟だ。
チマルはオイラがぶっ倒すと決めてたのによ、うん、今仲間を集め回っている。それも厄介な忍びばかりな。というとお前もよく知っているだろう、霧隠れの宝月兄弟、あれの片割れだ。水月か、懐かしいですね。それに天秤の十五もいる。せいぜい気をつけろ、イタチ、キサメ、おそらくお前たちを狙っている。内原サスケに宝月水月、それに天秤の十五か。先輩、そいつらいろいろ面白そうだな。うん、もしかして狙うんすか。人中力でもなんでもない奴らっすよ。オイラが倒すはずだったオロチマルをやった。これだけで理由は十分だ。行くぞトビ。旦那の代わりに暁に入ったってんなら少しぐらいオイラの役に立て。よし、これより分かれて行動する。各自、イタチの情報を集めてこい。チッ、仕方ねえな。それじゃ、行ってくるよ。さて、俺も行くか。出てこい、何者だ。あららら、見つかっちゃいましたよ、デイダラ先輩。へよくオイラたちに気づいたな。どうも。総称族トビって言います。新人なもんでよろしく。あ、それとこっちが先輩の。うるせえよトビ。お前は少し黙ってろ。はい。お前が内葉サスケね。こんなガキにあのオロチマルがやられたとは。シャリンガンか。やっぱりこいつイタチの弟だぜ。オロチマルをやれたのも内葉の血のおかげってわけだ。うん、血統に恵まれただけの勘違い野郎が。貴様、いい目で睨みやがってるぜ、タビ。こいつはいじめがいがありそうだ。うん、ああ、イタチさんに後で謝らなきゃ。お前たちにはイタチのことを喋ってもらう。オイラに勝てたらいくらでも喋ってやるよ。うん。Yeah.
俺の勝ちだ。イタチの情報を話してもらおう。もうダメだ先輩、この人動きが早すぎっすよ。僕らじゃ叶いませんって。さっさとイタチさんのこと喋っちゃいましょうよ。バカなこと言ってんじゃねえ。まだまだ始まったばかりじゃねえか。まだやる気なんすか。トビ、少し離れてろ。先輩、ここからは本気で行く。お前は邪魔だ。もう諦めましょうよ。そこの仮面の言う通りだ。これ以上の戦闘に意味はない。お前の負けだ。さっさとイタチのことを教えろ。おいおい、もう勝った気でいんのかよ。舐めやがって。てめえのその余裕はすぐに消える。てめえは俺の芸術の前にひれ伏し、おいらに。見せてやるぜ。とっておきの芸術ってやつをな。オイラがこんなやつに。答えろ、イタチはどこに。お前もギリギリじゃねえか。この勝負オイラの勝ちだな。オイラにはまだ起爆粘土が残ってる。おいおい、この状況少しは動揺してみろよ、てめえは。うん、これからオイラの芸術でぶっ倒されんだぜ。そういうとこがムカつくんだよ。クール装ってんじゃねえぞ。その目だ、その余裕こいた目が目障りなんだ。オイラの芸術を否定するかのような、その目が許せねえ。オイラの芸術を見て少しの驚嘆も表さないその目が、オイラの芸術を無視するその。元からそんなもんに興味はねえよ。それよりイタチの居場所を教えろ。どこまでも舐めやがって。
究極芸術、最大最強最高の爆発をお前に見せてやる。こいつまさか今までにない爆発はこの地に今までにない傷跡を残し、そしてオイラの芸術は今までにない賞賛を受けるだろう。あがいても無駄だ。爆発からは逃げられねえぜ。お前はここで消し飛ぶ運命だ。さあ怯えろ、驚嘆しろ、絶望しろ、泣きわめき、オイラの芸術は爆発だ。兄さん、どうした、サスケ。どうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束しただろ。いや、明日ちょっと重要な任務があって、その準備をしなきゃいけない。だから。なんだよ、兄さんの嘘つき。許せ、サスケ。また今度だ。サスケ、サスケ。目が覚めたようだね。お前たち、なぜここに。まったく驚いたよ。爆発現場に駆けつけたら、どこにもサスケの姿はないし。仕方ねえから、うちが見つけてやったんだ。感謝しろ。にしてもよくあの爆発で助かったね。遠くからでもかなりヤバいって分かったよ。爆発の寸前、口寄せを使って別空間に移動した。なるほどね。それであの爆発をやり過ごして、そしてその後気絶しちゃったわけか。それで相手は。君をそこまで追い詰めるってことは結構なやり手だろうけど。まさか暁か。ああ、思った以上に厄介な相手だった。だらしねえ。それでもオロチマルをやった男かよ。オロチマルはもともと弱っていた。それだけの話だ。ふん。とにかく少し休養を取らないとね。どうした。いやな、夢を見ていた。夢？いや、何でもない。集まっているな。今度は何事です？デイダラがやられた。あらら、またメンバーが減っちゃいましたね。彼は結構強かったと思いますが。それでやったのは？うちはサスケだ。またですか。思いのほかやるようだな、イタチ。お前の弟は。それであと一人、トビのやつはどうしたんです？あいつはデイダラの爆発に巻き込まれたようだ。陰鬱なこの組織の場を和ませるという大した能力を持っていたんですがね、彼は。あの程度の男ならばいくらでも補充は効く。デイダラは惜しかったがな。何にせよ今後のサスケの行動には注意を払っておけ。特にイタチとキサメ、お前たちはな。わかりました。肝に銘じておきましょう。それでは俺は行く。せめて静かにデイダラを弔うとしよう。さて、私たちも行きましょうか。